張博霊は中華民国の教育家、政治家。南海大学の創設者の一人で、講師委員長も務めた。名は、樹春だが、字の博霊で知られる。張博霊蔵秀才の家庭に生まれる。弟に、世界人権宣言起草委員会の中華民国代表となった、張宝春がいる。1892年、北洋水志学堂に入学して、 操舵術を習得し、5年後に卒業して海軍士官となった。その後は教育界に転じ、ゴンシュの下で進学を学ぶ。1904年、教育事業の視察のために日本へ向かう。帰国後は南海中学堂などの創設に参加した。1917年、アメリカのコロンビア大学で、ジョン・デューやエドワード・ソーン・ライクの元教育学の研究を行った。 翌年冬の帰国後は南海大学の創設準備に奔走する。1919年の正式開校にこぎつけた。1923年には南海女子中学を開校した。日中戦争勃発後の1938年1月に教育機関が昆明に移転する。南海大学は北京大学、清華大学と連合して西南連合大学を組織し、長白令は 公務委員会場務委員となった。また、重慶に移転してきていた南海中学校長も務めている。同年、国民賛成会副議長となり、小介席を積極的に支持する姿勢を示した。1945年には、中国国民党第6回代表大会で中央観察委員に選出されている。しかし、日中戦争終結後になると、張白令は、 中国共産党との内戦に進もうとする国民党に不信を抱くようになる。それでも1948年6月には中華民国行使委員長に任命された。国境内戦で国民党が敗北すると長博麗は蒋介石らにこれ以上追随せず大陸に止まった。中華人民共和国成立時には州恩来に祝電を送っている。 1951年2月23日、天津で死去。去年76。ありがとうございます。